力の大罪司教。危うく花嫁が灰になるところだ。お前は一体。あのさ、奥さん最初に名乗ったよね。それが相手と歩み寄る最初の一歩だからさ。それをしないってことはつまり相手の人格の否定だ。悪かった。俺の名前は夏木スバルだ。そう、それでいいんだよ。当たり前の配慮が住みよい世界を作るんだ。とっとと焼けて消えてなくなれ。エミ、あのさ、言葉よりも先に炎ってどんな教育受けてるの？愛する人を傷つけられたら怒るのは当然だ。僕が持っていて当たり前の復讐の権利だ。仲間じゃないのか？スバル、ルスベル、一人で逃げられるか。あの子のことは俺たちに任せろ。お願いします。どうか今しい半魔ごと返しするにゃ。あのさ、いい加減に気づけよ。それ以上俺のエミリアに気安く触ってんじゃねえ。そんなに死にたいわけ？ベアコ今だ。準備はいいんだよ。 EMM インビジブルプロビデンス。あのさ、花嫁が傷ついたらどうしてくれるわけ？花嫁、花嫁って何のつもりだ？黙れよ。エミリアタンは俺の嫁だ。へえ、エミリアっていうのか。名前も知らねえで。顔が可愛い。愛なんてそれが全てでしょ。死んだ方がいいかしら。